前まで考えられないことだったよね。ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、ずっと向こうの部屋で寝てたのね。あ、これ入る？はい。はい、どうぞ。あら？ジャックもおいで。どうぞ。どうぞ。ジャック。無理やり移動させられてるジャン君です。ポンちゃん、さあ追い込みやってます。明日まで T シャツが、1000円引きということで、まだ、全部がアップできていないので、今日中にいくつできるかが勝負です。明日いっぱい夜中の11時9時59分までかなが1000円引きです。頑張るよ。はい、今また一つイラストが抜き出せました。抜き出すって言ってもいわゆるこの周りは、機械的に切ったんですが、小さい細かいところを、やってますので、機械的にやる必要がなかったかって思うぐらい細かくやってます。もう最初からそれでやった方がいいんじゃないのっていうぐらいね。結局二度手間をやってますが、まあそれでも、細かさをね、表現しないといけないタイプのイラストですから頑張っています。あ、そしてですね、この動画が発表される頃にはもう T シャツ1000円引き、終了していますので、ごめんなさいね、これとか書いとかないとやばいね。さっき1000円引きの話しちゃったもんね。すずりではですね、定期的にそういうセールをやるんですけど、やるようなんですが、僕らまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないんで分かりませんが、それに合わせてこの動画を撮っている、段階では明日いっぱいまで1000円引きです。それをちょっと心配なので言い添えておきますね。ジャン君、ジャン君、ジャン君、買ったものが届いたんだよ。暗くて見えないんじゃない、ジャン君。ジャン君、ジャン君、ジャン君、ジャン君のイラストが描かれている T シャツだと思うよ。ジャン君が届いたの？あれ、上手に撮れない。こう撮ってから。後でね。じゃん。じゃん。じゃじゃじゃん。やったー。あ、かわいいじゃん。かわいいね、かわいいね、かわいいじゃん、かわいいね、自画自賛じゃん。あれ、どこから開けんのこれ。あ、すごいね、ちゃんと全部パッキングしちゃったんだ。はい、はい、やったやった、自分のデザインがTシャツになった。かわいいね。ちょっと前まで考えられないことだったよ ね。 そうだね、自分でデザインしたものを T シャツにするなんて。そう、まあアイロンプリントっていう手はあったけどね。あ、まあ自分ではね、うん、でもこれ商品だよ、値段がついたものなんだよ。そうだよ、すごいね。そんなことってある。いやった、シャーシャーだ、シャー。さあそのうちこれを着て黒犬が宣伝しまくる、うん、わけですね。そうだね、すごい。今日は、マオイママさんのマオイの幻想動物の、ゴミ取りの作業をやっていて、さっきもねちょっと動画で言ったんだけど、この動画で明日まで1000円って言うと、動画を配信、動画をアップする頃にはもう終わってんのよ。うんうん、なので、ね、決して明日で、明日までではございませんが、この6月は
でございます。もう何度も言ってごめんなさい。そしてそれを作業しなきゃいけないので今日のフォークソング同好会に行けないかもしれないと、いうことです。あと2個あるんだよね。2個1個、まあ、2時間ぐらいかかっちゃうかなと思うので結構地味で、時間のかかる作業なので本当ならこれ着て行けばよかったのかということでございました。やったぜ。ジャン君、ジャン君ってさ、ご飯3粒ぐらいしか食べないでしょ、1回に。ってことはないよね。吐くときいっぱい出てるから。本当、ご飯食べてるときに、じゃあ終わったら撮ろうと思ってカメラ用意したらもう来ちゃったよ。なんかあ、カメラ用意してる感じが分かったのか。どうだろう。なんか短いときもあるけど、でもこれをやらなきゃいけないのか。量、うん、は多くないけど。でも食べてすぐこれブラッシングすっちゃダメじゃんね。吐くよね。じゃあ、じゃあそーっとしとこ。今回挟まってるの？じゃんくん、マオイママのマオイの幻想動物のゴミ取りをしている間に。フォークソング同好会には行けなくなってしまいます。すごい時間かかってる。ごめんね。このキャラクター、これじゃわからんわな。どんなキャラクターかは後ほど、ね、ポンちゃん、ポンちゃん挟まってはるの。来てたのかい。そうなの、ね、さっきまでジャン君と一緒にねんねしてたんだよね。ジャン君が出ちゃったから出たの。あとついて出たってことか。そうなの。ねえ、あ、ジャン。うん。あ、首。いつもは首が出てしまうちゃんです。はい。さあ、もう一度頑張り、頑張ります。ポンちゃん。今日はそんなに、暑くなくてですね。このラグを引いてから2日間。過ごしやすい。そんなもんよね。まあこのラグのおかげっていうふうに思っとけば幸せです。てんくんぽんちゃんも過ごしやすそうです。ではおやすみなさい。